めちゃ上機嫌やん。決まってんじゃん。クリスマスの季節だよ。エリアリの大好きなクリスマスの季節がやってきたのよ。あー、クリスマス好きなんや。まあ確かにクリスマスはワクワクするよな。てかさ、もっとさ、クリスマス気分味わいたくない？え、味わいたい。ちょっとさ、準備してくるからさ、待っとって。え、なんで？え、ともくん？たこくん遅いな。よし、ちょっと探しに行ってこよう。あれ、たこくん？おぉ、ちょうど今な、呼びに行こうと思っとったとこなんや。これ見て、エニャリ！じゃじゃじゃーん！なにこれ、すごい、かわいい！なに？そやろ、もうクリスマスが近いっていうことで、今日はクリスマスのコスプレをして、クリスマス気分を味わってまおうぜ。わぁ、やったー！はい、ということでね、本日はコスプレをしていこうかなと思います。ただ、普通にコスプレするだけじゃ企画としてね成立しないと思いますんで、はい、その名もコスプレ一致するまで帰れません。コスプレ一致だ。僕たちね二人だけだとねすぐ一致してしまうんじゃないかということで、そうだ、ね、今回なんと骸骨つくの方もこちらね出演してもらいまして、スタッフさんがねこちらね服を着せてもらうっていうことで、まあ、言うなれば、うん、3人一致するまで帰れないクリスマス企画となってます。今回ステージ用意してまして、一つ目はシンプルに一回このお題を引いてそのままやっていくと。で、もしそちらね全員3人クリアすることができましたら、続きましてセカンドステージがありまして、そのコスプレとプラスポーズが一致しないと帰れないという、そういう作品になっております。ということで早速やっていきましょう。プラプラブ、こちらクリスマスパーティーで着たいコスプレ。じゃあ早速ね着替えていきましょう。イエーイ。一致してると思いますか？実はね、僕とエニャリ、うん、会話しなくても心通じるぐらいまでなってるんで。あ、なるほど、スタッフちゃんもだと。もう意思伝心が決まってるんですよ。すいませんが、ほんと骸骨次第ですよ。できたよ。じゃあいきます。3、2、1、メリークリスマス。すいません、カコつぶりでこんな一発目からうまいこといくの？すごい。ということで奇跡的に一発目から一致してしまいました。いや、やっぱこれよね、一択でした。僕は、私もこれ一択でしたね。はい、続いてはこのお題を引いて同じポーズまでしなければいけないという、そこまでやっていきますので僕が引きます。いきます。はい、ペアルックで着るコスプレ。コスプレ、なんかコスプレ2回続いてるけど、コスプレコスプレということで、ね、早速やっていきましょう。はい、ということでせーの、ドドドドドーン、メリークリスマス。男サンタ、女の子サンタ、ウサ耳サンタ。あ、そっか、ウサ耳だ。これ無理じゃない？ペアは無理だ。いや、ペアは無理や。ということで、もう一枚行きましょう。ポニーテールに似合うコスプレ。いや、俺ね、一つすごい、あれがあって、すごく女性サンタ着るのが抵抗がすごくあるんですけども、これは着なければいけないパターンですね。これやっていこう。なんか俺不利やな、これ。多分ね、今日の私はめっちゃ似合うよ。今日の私の可愛さだったら。ね、そうですか。はい、ということで着られたと思います。3、2、1。うわー、ということで、まさかまさかのね、この鹿が揃いましたので。揃った、ソリが揃った。それは一言も言ってない。俺らソリ合わへんからな。あ、ソリね、合わないね。うまいね。うまいねって。うまいねって何？第2段階としてポーズを一致させないといけない。そうですね、このコスプレに似合うポーズをねやりたいと思いますよ。せーの、はい。いや、ちょっと待って、これは何よ。それは違うやん。ガッツポーズ。あ、こうしたかったの。それ引くから頑張るぞっていう。おー、もう一回です。エリアリが絶対間違いなく好きそうなコスプレ。おー、なるほど。じゃあ行ってみよう。3、2、1、メリークリスマス。
と思いました。何ですかこれは。ダンさん、私も悲しいよ。私がこんなの着ると思いますか。一致しなかったのでもう一回いきましょうかね。トナカイが来そうなコスプレ、トナカイが来そうなコスプレはもうトナカイ。え、どういうこと。え、よし、やっていこう。よくいけると思ったな。え、どういうこと、どういうこと。え、いや、ちょっとこれ前と後ろちょっと逆に来ちゃったかもしれへんけど、ちょっと出てみるわ。ちなみに私もそんな感じがする。ということは俺ら一致してる可能性あるね。あるね。それでは3、2、1。いやー前と後ろ逆やねんこれ。私もなんだよ。難しいこれ着るの。で、これトナカイが来そうなコスプレというかトナカイのコスプレですということでポーズを一致させてみましょうかね。いきまーす、せーの。ちょっとみんな合わせに行きましたね。俺もうずっと一緒も。さっきもこれ、あとこれ。お前歯茎出すぎやね。クリスマスといったらズバリこのコスプレ。よーし、いきまーす、2、1。メリークリスマース。やったー。いや、これすごいよ。一致だけで言ったらもう3年ちゃん、4年ちゃんいってるじゃない。3、4ちゃんいってんね。すごい、私たち。そろそろもう帰りましょう。ちょっと帰りたい。話し合おう、ちゃんと話し合おう。もうこれはサンタ合わせにする。せーの、はい。おお、いやー、ちょっと待って、やってしまった。俺も片方は担いでるのよ。プレゼントを担ぎながら多いってしてる。多いいらないよ。あー、多いしちゃってるのよ。これが多いしちゃってるの。本当だ。どういうことね。もうそろそろ合わそう。はい、超ヤンキー校の校長先生が新しく考えた制服は。いや、面白っ。どういう意味。テーマが面白いよ。それではいきまーす、3、2、1。お願い。メイチケ行ってんじゃね。嘘だ、全部違うやん。なんでヤンキー校やん。ヤンキー校が逆になんでこれないやん。いや、あのヤンキー通り越しすぎてこれになったのよ。最悪。ナチュラルヘする。ナチュラルヘ、何もないところでナチュラルヘするな。これ出ちゃった、めっちゃ最悪よ。もうごめんなさい、ちょっとしたくてしたんじゃないです。ちょっとあの自然と出ちゃったんです。一番良くない。はしゃぎたい時に着たいコスプレ、じゃあ行ってみよう。はしゃぎたい時に着たいコスプレはこれだ。オープン。やった、揃った揃った。いきなりこれ始める前さ、はしゃぎたい時に着るコスプレこれしかないでしょってさ、めっちゃ俺の方さ、さっき見ていったよな。はしゃぎたい時に着たいコスプレ、これはもう完全にこれはもう完全に決まりましたね。せーの。ちょっと待ってくれ、何やってんだよ魂。そう言いたかった。いや、俺もそれは悩んだ。そう、こうか、こう。コスプレ、チキンでしょ。チキンを売るっていうことは女性だよね。女性よな。あのあれやん、クリスマスといったらもうさ、あれやん、あれやな、これやんねえ、これやな。じゃあ行こうか。よっしゃ、いきます、せーの。ちょっと女って言って、俺のこのズボン見てこれねって言ってたよ。ズボンなんて入ってた。違う意味で帰りたくなってきました。ちょっと待って待って待って、あー、え、ちょっと、え、ちょっと、え、何、え、見ました、え、見ました、え、股間叩いたで今。股間力、早く、立って、大丈夫。いやいやいや、もうあの、結構来ました。タコくんが彼女に絶対着させてそうなコスプレ。彼女っていうのは女性っていうことですか、それとも恋人ですか。恋人とに着せてそうなコスプレ。それでは、用意スタート。それでは、タコくんが彼女に絶対着させてそうなコスプレはこちらです。じゃじゃじゃーん。わーでしょうね。なんかすんごいみんな趣味なんか分かってるじゃないですけど、すごい。すごい。これ何がいいかって、これあれなんですよ。これ見てくださいよ。これ型ね、なくなるんですよ。やーん。
そでポーズしてポーズをね、もうね、あれしかないでしょ。あれしかねえな。ウサギのポーズとか言っちゃってもいいじゃん。なるほどね。だからそうだよ、まあ基本的にそれしか考えられないもんな。それしか考えられないしね。それではいきますよ、せーの。ちょーちょっと待って、これはい、あ、来たんじゃない。あ、聞けよ、聞けよ。ちょーやめてマジで、ちょーほんまやめて。来たな。くそ恥ずかしいんやけど。これ揃いました。恥ずかしいって。はい、ということでこの動画がいいなと思っていただけた方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。他にもいっぱい楽しい企画がありますので見てみてください。待ってるよー。まあ、ギガ応募やん。めっちゃ恥ずかしいよ。ちょ、隠してもらえるかな、これ。ていうか、これ、これ、これってさ、もうこれ、タコくんのためにある服やない。ほんまやめて。汚い、汚いよ。お前、マジで、歯茎メリークリスマスしすぎだって。歯茎メリークリスマスや。おい、I'm not afraid to